末パス。JR 東日本が発売している、休日の連続する2日間有効のフリー切符で、JR 東日本の関東甲信越、南東北の路線と14の私鉄線が乗り放題になる切符です。そんな超お得な切符を使い倒して旅をしようというのがこの企画。今回は、南東北方面へ向かいます。まずは、特急日立に乗車し仙台へ。復活から1年の仙台日立の今を調査します。続いて、日本三景の一つ、松島を訪れ遊覧船に乗船。その後は気仙沼線 BRT に乗車し気仙沼へ。ここで一泊します。二日目は陸前高田へ向かい、東日本大震災津波伝承館と奇跡の一本松を訪れます。気仙沼に戻った後は、大船渡線を走る観光列車、ポケモントレイン気仙沼号に乗車し一ノ関へ。一ノ関からはちょっと変わったハヤブサ号でキロに着くといった工程です。え？範囲外区間の方が多いって？ということで、早速本編スタートです。はい、どうもリリーです。今日はね、ちょっと宮城県の方に来ております。今乗っているのが気仙沼線で、このままずっと今日は気仙沼まで向かうことになるんですが、途中の柳津駅から BRT というまた バスと電車が合わさったようなね、ちょっとあの変わったような輸送手段が取られている区間がありますので、今日はそれに乗って、気仙沼まで行きたいと思います。扱いは、まあ、鉄道なんですが、見た目はもう完全にバスなので、他のこういう機動車とどういう風に違うのかとかね、いう風なことを、まあ、レビューしていければなと思います。すごいですね、僕以外誰も乗ってないですよね。貸し切りです。はい、柳津に到着です。ここから乗り換えるのが BRT という、まあ、バスなんですね。もう向こうに止まってるはずなんですが、ちょっとあー、ありましたね。向こうの方に、赤いバスが止まってるんで、今からあれに乗車していくことになります。整備券を受け取りください。はい、というわけで BRT 乗車したんですが、向かいに止まっている別の車両を見てみると JR 東日本というロゴが入ってるんですよね。こういうのを見てみても、あくまでこの BRT の運行は JR 東日本が行っているんだなと、まあ、いうことが分かる、まあ、感じになってますね。ご乗車ありがとうございます。このクルーズは2000円です。本来は柳津駅から専用道路を走っていく、まあ、ことになっているはずなんですけれども、この乗車した期間はなんか試験運行みたいな感じで、一般の国道を走っていくような、そんなルートがまあなんか採用されてたんですよね。多分これは期間限定のことだと思うので、まあ、通常は専用道路を走っていくことになるわけです。でさっきから BRT、BRT と言ってますが、この BRT とは何ぞやということで、まあ英語でバスラピッドトランジットの、まあ、略で BRT と呼ばれているんですね。鉄道の復旧が難しい区間などで、線路が、ね、通っていた場所を、まあ、レールを、まあ、剥がして道路として舗装し直し整備をして、バスによる輸送に切り替えてサービスを行っていくといった、まあ、手段なんですね。そういったこともあって、今乗車しているこちらの BRT はもともと JR の気仙沼線として、走っていた区間をバスが走っていくんですね。東日本大震災によって鉄道の復旧にも大変多くの時間と費用を費やすということで、まあ、合理的な手段としての、まあ、BRT が採用されたということになるわけなんですね。ここで陸前戸倉の駅に到着です。パッと見はバスの停留所といった、まあ、感じなんですけれども、一応これが駅ということになっています。陸前戸倉の駅を発車したところで、バスはようやく、まあ、正規のルートといいますか、 BRT の専用道路に入っていくことになるわけです。ちょっとこれ面白いなと思ったのが、途中トンネルなんかもあるんですね。なんですがこちらのトンネル、もともとは鉄道車両が通っていた場所ですので、鉄道車両に合わせたスケールのトンネルがあるわけなんです。なのでバスで通るとなんかね、トンネルがやたらと大きいような感じがして、なんか変な感じがしましたね。こちらの BRT はもともと線路が走っていた区間を走行していくので、急なカーブとかもなく平坦な場所を走行していくんですね。なので揺れも少ないので乗り心地というのはかなり良かったです。
はい、というわけで南三陸町志津川駅に到着です。今日はね、ちょっとここでどうしても寄ってみたいところがあったので、ここそこに寄ってお昼ご飯、夜ご飯を食べたいと思います。あそこに見えてる建物ですね、南三陸町三三商店街っていう、まあ、場所なんですけれども、あそこにね、あのキラキラ丼っていう名物があって、それを食べたいと思います。さっきまでの国道とはね、もう大違いですよ。本当に片道車線のね、高速道路を走ってるみたいな、あのそんな感じがしたんですよね。ここで高速道路と出ましたが、実はこちらの BRT 路線によっては、あ、なんと高速道路を走る区間があるんですよね。こちらあの2日目に僕が乗車した時の様子なんですが、なんとこちらの、まあ、路線バスみたいな車両がですね、三陸自動車道という高速道路を走っていくわけなんです。これは なんでこんなことになっているのかはよくわかんないんですけれども、まあ、復旧の段階とかでいろいろ困難な場所があって、その区間を、まあ、高速道路で走行していこうという計画になったのかなとは思うんですけれども、でこちらの三陸自動車道、どうやら無料区間というのがあるらしいんですよね。なのでこちらの BRT はその無料区間を走っていくことになるので、まあ、料金とかで、まあ、追加料金とかそういうのはね、あのないみたいです。先ほどもちょっとね喋ったんですけれども、でこちらの気仙沼線 BRT というのは、もともと周辺自治体からの要望は全線鉄道による復旧ということだったんですけれども、復旧作業に相当の時間と費用がかかることから、地域のまあメインなインフラでもあるわけですから、早期復旧のために BRT システムを導入と、まあ、いうふうな結論に至ったということなんですね。僕もね、あのこの BRT 乗る前に観光業の復興とかね、あのいろいろちょっとそういった本を読んだんですけれども、あの BRT の復旧計画が出た時は、まあ、周辺の自治体からは、まあ、当初は否定的な意見も多かったみたいなんですね。復旧の最終目的は鉄道での復旧であり、 BRT というのはあくまでも通過点だといった、まあ、意見も、まあ、数多くあるみたいです。まあ、こちらの BRT も、まあ、JR の路線の一部ではあるので、運賃計算とかそういった制度上は、あ、JR の路線としての扱いをねしっかりと受けていることになるわけです。区間外からの、まあ、投資の乗車券というのも、まあ、1枚で発券することができるわけです。こちらが今回使用した、まあ、乗車券なんですが、石巻まではね、あの BRT は来てませんので、BRT 範囲外からの乗車券ということになるわけなんですが、ちゃんと BRT 陸前高田と、まあ、印字がされています。じゃあ学割なんかも投資の、まあ、通算の距離で、まあ、適用されるのかと思いきや、どうやらそうではないらしいんですよね。鉄車学割と書いてあります。こちらの鉄車学割というのはただの学割とはちょっと違いまして、 JR と別の私鉄線とを投資で、まあ、乗車券を買う場合の学割というのがこちらの、まあ、鉄車学割ということになるわけです。まあ、つまりこの BRT が私鉄線と同じような扱いを学割の場合は、まあ、受けることになるということなんですね。ややこしくて、ここまで来ると BRT は私鉄なのか JR 線なのかよくわからなくなってくるんですけれども、一関から来た大船渡線と呼ばれる、まあ、線路と、ね、合流をいたしまして、気仙沼駅に到着をいたします。こちらの気仙沼駅ももともとは、レールが通っていた場所なんですが、そこがね、アスファルトでかさ増しをされて、大船渡線のホームと同じ高さの場所に止まれるような、まあ、設計になっているみたいです。というわけで、本日のお宿に今到着したわけなんですが、 BRT ね、まあ、ずっと1時間2時間ぐらいですかね、合計で、まあ、乗ってきたんですけれども、街中の中までずっと入っていけるみたいなね、そういう風な良さがあるので、うまくね、鉄道に時代にはなかったような、
利点を活用して柔軟な運行がなされていたというふうな気がいたしました。震災からね10年経ちましたけれども、バスによる気仙沼線の運行というのが続いていくのかなというふうな気がいたしますので、何も10年がゴールではない、まだこれから先、長いということがね、十分に感じることができました。明日は、陸前高田の方に向かいますので、そちらの動画の方もお楽しみにということで、今回はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。